小田原提灯踊りや寿獅子舞、大漁木遣り歌など、小田原にはさまざまな民族芸能が地域の人々に受け継がれ、伝統行事とともに息づいています。時を超え、人から人へと伝えられていく郷土の心。小田原市民の皆さんの活動を紹介する市民力、89回目となる今回は、神奈川県指定無形民俗文化財の寺山神社の鹿島踊り、そして根府川の道祖神祭りどんど焼きで披露されている福踊りを継承している根府川寺山神社鹿島踊り保存会をご紹介します。7月17日日曜日、小田原市根府川寺山神社の夏祭りが行われ、今年も根府川寺山神社鹿島踊り保存会の皆さんや地元の子どもたちによって鹿島踊りが奉納されました。根府川地区の、共同芸能につきましては、鹿島踊りと、福踊りの2つがあります。この2つにつきまして、諸先輩方が長い間努力を積み重ねまして、私たちに伝承してくれました。私たちはこの踊りを形を崩さず、成長の姿で後継者を育成していきながら進めていきたいと思っております。それからもう一つは、この地区の活性化を積極的に取り組んでいくというのがこの会の目標でございます。航海の安全や悪疫退散、豊漁などを祈る鹿島信仰が起源と言われ、毎年7月の第3日曜日に奉納されるこの鹿島踊り。根府川地域は石材の産地で、真鶴とともに石材運搬船に関わる仕事をする人が多くいたことから、海や船、航海に由来のある鹿島信仰が定着し、鹿島踊りも伝えられるようになったと考えられています。鹿島踊りは昔の話ですけど、この辺は石の産地だったんですね。で、したがって石の産地にいろんな地方から来た人が宗教の拠り所を求めて、いろんなことをやってたと思うんですけど、その一つとして鹿島踊りというのが始まったんですね。だから、したがって場所的には早川から こちらの方は伊豆の北川までこの踊りは伝わりました。しかし昨今ね、こんな柔軟でだいぶもう、形が崩れちゃったりおやめになってるところが多いと聞いてます。かつての踊り手は若衆組で、家業を継ぐ一家の長男に限られていましたが、後に青年団の男子が主体となり、現在では地元片浦小学校に通う子どもたちも積極的に参加しています。皆さん集まってもらって、練習をするわけでございますけど、子ども会の子どもたちが、踊りを練習します。それから、保護者のお母さんたちが歌の練習をします。だいたい1週間ほど練習を行いますが、本当に子どもたちは覚えが早くてもうすぐ踊れます。しかし歌のお母さんたちは、だいぶ苦戦をしているようです。歌の方もね、父兄の方が歌っていただいてるんですけども、やっぱり踊りと歌と合わせるっていうのは、これが一番の、今の問題で、呼吸ですね、それが合わないと踊りの方が踊れなくなっちゃうもんで、歌が重要視されてくるんですよね。全国的に少子化が進んでいく中、特に農村地域では過疎化なども伴い、こうした民族芸能の伝承が困難となっています。こちら根府川でも地域内の子どもの人数は減少していますが、平成24年に地元片浦小学校が小規模特任校になったことで、学外から通学する児童が子ども会に入り、踊り手となっています。まあ、その時は本当にもう嬉しかったですね。おかげさまで26名の児童が新しく根府川の子ども会に入っていただきました。それで、今いる地元の子ども児童さんは、
18名ですから、総勢で44名というような大きな体制が作ることができました。引っ越してきて前の地域ではこういうのなかったので結構いい体験ができています。最初は覚えられなかったけど結構周りの人が一緒に教えてくれたりしてるんでもう大丈夫。難しいところもあるんですけど、みんなでやってて、一緒にやれてすごいいいです。踊り手は25人が定数で、太鼓役が常に踊りの中心にいて、この踊りの主役。その周りに踊り手を配し、5人5列に整列して踊る柵踊りと、輪を作って踊る周り踊りを交互に繰り返します。練習よりもうまく踊れたので良かったです。1年生からずっとやってきたのですごい踊りが体に染めてすごい6年生っていう感じがしました。あーそこ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 っていうところがあるんですけどそこが難しかったです。あーそこそこ。根府川寺山神社鹿島踊り保存会が継承しているもう一つの踊りがこちら。子供だけで踊る福踊りです。昭和20年頃までは盛大に行われていた福踊りですが一時中断、その後復活し現在は小学生により伝承されています。根府川寺山神社鹿島踊り保存会では毎年7月に鹿島踊り、そして1月のどんど焼きでこの福踊りを奉納しているほか、毎年11月に開催されている小田原民族芸能保存協会後継者育成発表会でも踊りを披露しています。やっぱり将来に向かってもこのようなお祭りを核として地元の実際に踊れる方々が非常に少なくなってきて、正当なそういう踊り手が少なくなった。ですから指導者を増やすためにもこの地域だけでなくて他の地域からもそういう古典芸能的なものに興味のある人を呼びかけて来ていただければ一番いいのかなっていうような感じがしますね。本当に賑やかになってきましたので、皆さんの協力とそれからいろいろな方がね、踊っていただくことによって小さい子どもたちが踊っていただくことによって将来的にねいろいろそのことが忘れられない何か根府川を頭の記憶に残っていていただいて、それが将来的にねこういう来た時にあ僕たちも踊ったよな私も踊ったよなっていう風にね、なっていくといいなって思っております。一番やってもらいたいのはやっぱり子どもたちにこうつなげていかないといけないわけで、やはり子どもたちっていうのは子ども会が終わっちゃうと結局それで終わっちゃうんですね。で中学校高校になってもなかなか皆さん出る機会が少なくなっちゃって、私どもはやはりこれからはその必ず子どもたち子ども会の子どもたちとか父兄の方に日頃から声をかけて一緒になって活動しようぜっていうのをやりながら、やはりこれからはそういう子ども会をやめた親御さんも引き続いて活動してくれるようなね、やっぱり土台作りですか、仕組みを作っていかないとこれからまずいのかなと思うんですね。やっぱり子どもたちをしっかりここにいてもらっていろんな活動に参加してもらう、これが一番重要だと思いますよね。はい。地域に様々な伝統や文化が残されていても、それを引き継ぎ、さらに次の世代に伝える人なくしては、守り伝えることはできません。根府川地域で変わらずに踊り継がれてきた鹿島踊り。根府川寺山神社鹿島踊り保存会では、地域に根ざした伝統文化、そして地域の宝でもある鹿島踊り、福踊りを、大切に継承しているとともに地域を愛する心を育んでいます。おへー